マセドニオメローニマセドニオメローニはイタリアの物理学者である。熱の放射の物理的性質が光と同じであることを実験的に示したことで知られる。パルマに生まれた。1824年パルマ大学の教授になったが、1831年のカルボナリの革命に加担したため、フランスへ逃れなければならなかった。1839年にナポリに戻り、すぐに ベソビアステン問題の所長になり1848年までその職にあった。ナポリ近郊のポルティチで死んだ。メローニの業績は1831年に熱電体や電流計を使って熱放射が光と同じ性質を示すことを発見したことで、これはトーマス・ゼーベックが熱電効果を発見したすぐ後の時期にあたる。メローニとレオポルドのビーリは 実験装置を作って熱や放射の性質を実験した。放射が光同様、屈折や反射や変更することをロカテリのランプやレスリーキューブといった装置を使って示した。著書のサーモクロス英雄ラカルレーションカルリフィックは彼の死によって完成しなかった。百三十四年には王立協会からランフォードメダルを受賞し、百三十九年には 王立協会の外国人メンバーになった。ありがとうございます。